あれ、来てたんですね、勝手に。まあ、合鍵渡したのこっちだし、別に文句なんてないですけど。でも昨日渡したばっかなのに、もう来ちゃうんだ。遠慮なしに。変わってますね、お兄さん。<laughs> そんなに私のこと、気に入りました んー。っていうかあれ、なんか部屋片付いてるような。はいや、だって普通片付けますここ一応人ん家なんですけど。いやまあ、ゴミとか全然捨ててなかったけどさ。普通。 うわ、洗濯物まで畳んでくれてるし。いや別に、昨日あんなことしたのに、今さら下着がどうとか騒がつもりはないですけど。でもまあありがとうございます。片付けてくれて。やんなきゃとは思ってるんですけど。なんか、なかなかその気にならないっていうか。まあ、いいや。 でもなんなんですか、お兄さん。昨日知り合ったばっかの女の部屋に来てさ、部屋の片付けとかしますたかだか一晩やっただけなのにさ。しかもそれだけで部屋の合鍵とか渡しちゃう感じの。やばい女だよ、私。どういうつもりそれとも、 こういうのも含めて、おむつにしようって払うあ、うーん、いや、そんな、別にそういうこと言われたかったわけじゃないんで、そんな好きとか、あんま簡単に言わない方がいいって。まあいいけど、驚いたのは本当だけど、嬉しいっていうのも、本当。 部屋を荒らされることはあっても、整理されることなんてなかったし、私も片付け得意じゃないし。だから、<laughs> 案外相性いいって昨日言ったのも、なんざら嘘じゃなかったりしてね。<laughs> 言ってみただけ。喜ばなくていいから。てか、さっきから何してんの 冷蔵庫お酒しかないでしょ。ごめんね。普段料理とかしないから。だってさ、部屋の片付けができない女が、賞味期限とか守れると思う一回気まぐれで料理しようと思った時期もあったけど、野菜とか余裕で腐らせて、くちゃくちゃになっちゃってさ、あれでトラウマになってやめちゃった。 で、それが何まあ、普段は、弁当とか、ハンバーガーとか、まあ、お菓子で済ませたりとかもするよ。だいたい、りとか、お酒とか飲んどけば、動けるようにはなるし。<laughs> 体やばいだろうな、私。ええ、何してんのああ、な、なにそれ 味噌何え、今から料理すんのえ、料理って、掃除の次は料理 <laughs> もうやってること完全にお母さんじゃん。いいよ。そんな、あんま気使ってくれなくても、晩ご飯もコンビニで買ってきたしさ、そんな、悪いよ、私なんかに。またそういうこと言うし。 何なのさっきから。人ん家で何好きかってしてくれるわけそんなこと私頼んだっけ掃除も料理も頼んだ覚えないんだけど。昨日知り合ったばっかの癖してさ、何がしたいの確かに昨日連れてきたのも私だし、お兄さんにも色々言ったけど、あんなのその場限りのやつじゃん。 そんな本当に付き合ってほしいとか思ってるわけじゃないし。合鍵渡したのだって、こういうがっつりした関係じゃなくて、都合のいい時来てくれればって、そういう意味だったの。つかわかるでしょ、普通。お兄さんどんだけ空気読めないんだよ。っていうか何ボランティアでもやってるつもりかわいそうな女がいるから、せっかい空いて、エツに浸って どうせそうでしょどんだけ人のことコケにすれば気は済むんだよ。こういうこと、他の子にもしてるわけ今みたいに、わけのわかんないことして、その度に相手困らせてさ、何が楽しいのはぁ <laughs> 私だけマジで意味わかんないし。 じゃあなんで私にはこういうことすんの私の何が気に入らなかったの私、お兄さんに何かしたなんで私にばっか、こんな惨めなこと。ああわからん。好きって。そんな言葉がなんだって言うの信じられるわけないでしょ薄いんだよ、その言葉。 簡単に主体名の男連れ込んで、寝て、その場の勢いで付き合おうとか言い出して、そんなやばい女のどこを好きになるっていうの理由があるなの教えてみてよ。私のどこが。知らないよ、そんなの。どうせお兄さん寝ぼけてたんじゃないのただ泣いてるように聞こえただけで。 どうせ寝言とか、いびきとか、そういうのと聞き間違えただけだよ。私が泣くわけないじゃん。いやだって、惨めすぎるでしょ。寂しいからって、お兄さんみたいな部屋にあげてさ、こびて、甘えて、嫌われないように、都合のいいように。 そんなこといつまで続けて、どうせ捨てられて、また誰かに同じことして、そんなの嫌だなって思ったら、なんか、惨めで、情けなくて、泣けてきちゃってさ。うん、でも聞かれちゃってたんだ。お兄さん寝てると思ってたのにな。聞かれてたか。 ごめんね。お兄さんさっきからいろいろ世話焼いてくれてさ。お前言って、いろいろぶちまけちゃった。ごめんね。嫌な思いさせて。はぁ、あ、そう、まだ彼氏のつもりでいてくれるんだ。昨日勢いで言ったのに、誰でもよかった告白なのに、本気にしてくれるんだ。 いい人なんだね、お兄さん。でもそういうの、あんまり見せない方がいいよ。私みたいなのにそういうところ見せたら、沼に溺れてくみたいに、どんどん依存しちゃうと思うし。だからお兄さんはさ、ああ、そ、そうなんだ。いいよ。じゃあもう、そこまで言うんなら、どうなっても知らない。 私のこと、そんなに大切にしてくれるんなら、いいよ。足も、腰も、肩まで、つぶつぶはまってあげるから。そこまで言っといて、途中で捨てたら、多分、冗談じゃ済まないけど。本当にそれでもいいそう。じゃあ、もう何も言わない。 大好き。<laughs> あ、ご飯も炊いてくれたんだ。よく見つけたね、炊飯器。もう何年も使ってなかったのに。わ、焼き魚とかある。マジで和食ちゃん、すごーい。こういう食事何年ぶりだろう。誰かの手料理食べるとか、実家以来だな、多分。うん。 いただきます。うわ、ワカメ入ってんじゃん。私、ワカメ嫌い。わかってるよ。残さず食べるけど。次はネギと豆腐のやつにしてね。んー、まあ。